はい皆さんいつもお世話になってます池間哲郎でございます年齢66歳未だ現役カメラマンまだまだ頑張っていきますじゃあ今日はどんな話をするかきれいとは抜きでいきますどの国が武器をいっぱい販売してるのかそのランキングですどうぞ このデータは世界銀行、あの有名なワールドバンク、その発表されたデータを元にしてお話しいたします。この資料の中身は、航空機、装甲車両、火砲、ミサイル、レーダーシステム、軍艦、この主だった通常兵器の数字のみです。ですから、機関銃とかそういう消火器とか、あるいは銃弾、それからトラック、そういうものは含まれません。 それではランキング第12位です。まあ皆さん驚きますよ。12位はあのスイスです。衛星中立国で有名な平和な象徴とも言われるヨホホトラララ。アルプスの少女ハイジ。そのイメージのあるスイス。スイスは武器売却は主力産業でもあるんです。輸出金額は2億5400万ドル。日本円にして266億7000万円。 500億を超えるるというデータもあるんです別の団体のデータそれぐらい武器売却は力を入れてやってる国なんです今日はあくまで世界銀行ワールドバンクのデータをもとにしてお話をさせていただきますスイスの輸出先の国はドイツイタリアアメリカデンマークルーマニアアラブ首長国連邦サウジアラビアこの辺りなんです あるいはアラブ首長国連邦。まだまだ紛争地帯とも言えるところ。そんなところに武器を輸出してる。衛星中立国平和の象徴とは全く違う姿がそこにあるんです。それでは第11位です。それがオランダです。オランダ武器売却は有名です。かなり優秀な武器もあるみたいです。輸出金額は2億8500万ドル。 日本円にすると299億2500万円、約300億円もの金額を輸出している。その数字はぐん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 伸びているところです。オランダの輸出先、その国々はヨルダン、インドネシア、アメリカ、アメリカにも武器を売却しているということです。第10位がイスラエル、3億6900万ドル、日本円にして387億4500万円。イスラエル、結構武器売却、有名です。 イスラエルのオムダットを言ときは、インド、アゼルバイジャン、ベトナム、このあたりです。アゼルバイジャンは非常に不安定な要素があります。ですから、イスラエルの武器がどん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 使われていくんじゃないかと思います。イスラエル、これからも武器売却は力を入れていくと思われます。そして、第9位です。イタリアなんです。4億9100万ドル、515億5500万円ぐらいです。イタリアも武器売却は有名です。 アラブ首長国連邦、それからトルコ、アルジェリア、この辺りに売却してるわけです。そして第8位、皆さん驚きますよ。それが韓国なんです。コリア、隣の国です。韓国の武器売却、ぐん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 、今伸びてる最中です。 私自身も韓国がこれほど武器売却をやってるとは思いませんでした。その相手先はインドネシア、イラク、フィリピン、そういう国々。韓国は60年ほど前までは武器をただで援助される国家だった。それがいつの間にか武器輸出大国となってるんです。驚きました。第7位が英国、イギリスなんです。 イギリスも武器売却には力を入れてます。9億7200万ドル。日本円にすると、1020億6000万円、1000億円超えてるんです。その売却先が、サウジアラビアが半分ぐらいはイギリス、ボーンって出してるんですね。それからオマーン、インドネシア、この辺りに輸出してる。サウジアラビアは紛争国、何度も言いますけども、イギリスもそこにいっぱい武器を売却してるわけです。これからイギリスも伸びていきますね、間違いなく。 そして第6位、スペインです。その金額は9億7200万ドル、1020億6000万円。その輸出先がサウジアラビア、ドンパチやってるところ、またサウジアラビアが入っていた。これ本当の大きな問題です。そしてオマーン、インドネシアなんかに売却してるようです。 そして第5位がドイツなんです。11億8600万ドル日本円で1244億2500万円。かなりの金額です。相手先がなんと一番多いのは韓国なんで、ドイツの武器は韓国にバンバン入っているということで、そしてギリシャ、イスラエル、このような国々に売却しているようです。次に第4位、中国なんです。 意外に低いなと思いましたね、中国は。14億2300万ドル。1494億1500万円ですけども、パキスタン、バングラデシュ、アルジェリア、その辺に武器を売却してますけども、中国はこれからバンバン伸びていきます。皆さん、中国の軍需産業、今ロシアを追い抜いて、アメリカの次に第2位なんです。ですからこれからバン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 武器を売却していくと思われます。 そして第3位です。芸術の国フランス。このイメージはまず置いてください。武器売却でものすごく有名な国家なんです。いろんな国々にとにかく売りまくってます。81カ国もの国々に輸出してるそうで、その中心的なところがエジプト、中国、それからインド。そして第2位。これがロシアです。 やっぱり47億1800万ドル4953億9000万円47か国これだけたくさんの国々にロシアは武器を売りまくってるんです。インド、中国 ベトナム、この辺りが中心的な販売先です。インドと中国が多い、なかなかやっぱり国際関係を表してますね。向こうにもこっちにも売るわけです。そして武器をどんどん売って、ロシアが利益を出していく。その構図はもう出来上がってる感じです。いやいやいや、世界はやっぱり厳しいですね。互いが争っている国々、その両方に武器を売ってロシアが儲かるわけです。これが綺麗事では通じない、現実的な世界がそこにあるわけです。 それではお待たせいたしましたダントツの世界一位どこでしょう皆さんもうお分かりですねアメリカですアメリカ合衆国が最も武器を売ってるんでものすごい量ですダントツの世界一位がアメリカなんですその金額は107億5200万ドル日本円にすると1兆1289億6000万円なんですすごいでしょ1兆超えてますもう アメリカがいろんな国々に武器を売却して、紛争の火種になっている武器はアメリカがほとんど入れている。100カ国近く、百ですよ。百カ国近くに武器を売却しております。主だった売却先は、現在はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オーストラリア、特に問題なのはサウジアラビアなんです。 イエメンなんかでもうサウジアラビアが一生懸命戦争をやってるわけですね、紛争当事国、そこにアメリカが武器を売却するのはどうなんだということで、世界的な批判もあるようです。これから武器売却策として伸びていくのが、我が日本国なんです、ジェット機ボンボン、戦闘機どんどん買いますと言ってますよね。 だからもう日本に対しての武器売却はアメリカがぐーっとこれから伸びていくわけです台湾もこれから伸びていくでしょうアメリカやっぱりすごいわいろんな国に武器を売却してるわけですやっぱりアメリカにとって軍需産業は外せないんでしょうね武器売却の世界はかなりシビアですね現実的な数字を見るとドーンと衝撃さえも受けます世界銀行ワールドバンクのデータその資料は真実性がかなり高いです 武器兵器の販売の世界その数字を見ると暗い心になっていきますねヨーロッパ勢がすごいですわバン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 売るイスラエルもボンボン売るスイス平和平和違います武器売却で有名な国そして自由の国アメリカが1位です豊かな国が貧しい国家に武器を売りますロシア中国ヨーロッパアメリカ そのような力のある国は、どん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 武器を売却して、自分たちは平和な世界で生きていくわけです。以上で今日は終わります。武器売却の世界、悲しみがいっぱいなんです。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。